こんにちは、土の子です。今日は3月28日バチェラルセンター行きましょう。結構いいペースで今ゲットしてますね。さてさて、残りはモンハン台がこれだけ残ってますね。今日はじゃあニャンコック台行きましょうか。このニャンコック台ね、財産やってみたんですけど、かなりねニャンコックの移動に手数をね使ってしまったみたい。なので僕は注意してね、ちょっとニャンコック単体でもまず先にね落としていくっていうのが重要なんじゃないかなと思います。いきましょう。まずはニャンコックの上側に置いて、ちょっとしか動かないね。次は左の赤ポッチに当て、ポン。うわー、きついな。確かにニャンコックがガードしてるね。はい、今日は3枚ゲットですね。まずは3枚。おしゃれプレイは練習台の後で。今日の練習キャッチャーは、おムンナの台ですね。ハンマーで叩けるのは2箇所。どういう順番がいいか練習するっす。じゃあ練習スタート。さあ、これは財産ゆっくり生活さん、ヨメン君が教えてくれてますね。まずは下から叩いたらあんま良くないみたいなんで、上からムンナを叩いていきましょう。ほい、スポン、押し出せ押し出せ。ムンナが残ると、次もう一回ムンナを振りかぶって叩く。いけ、ポーン、ゴロゴロ。さあ、ここで下を今度叩かなきゃいけないね。ランクルス叩きます。せーの、ほいよ。どうだ、上に落ちるのかな。上に登り、ランクルスが落ち、おおおお、まさかのそっちから落ちる。最後はこれなんだろう、メロエッタ。はい、あ、これついちゃうかも。あ、大丈夫だった。いけ、飛べって飛べってやりました。4手コンプですね。次またムンナを叩きます。トン、コロ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 、10枚。おお、大当たりが出る。11枚だった。4プレイ無料。大当たりの間隔短いじゃない。さあ、ニャンコックですよ。ちょっとどうしようかな。これちょっとニャンコックの右側にこの手のとこにマジか。そんな簡単にはいかない。これやっぱ奥から打つしかないのかな。この隙間に落とす。あー、オッケーオッケーオッケー。やっぱこれでいいんだね。でさらにもう一度ここ当てて隙間に落とす。本当にニャンコックが落ちない。ここ隙間、ポン、ようやく落ちましたけど、左3つもまだ残ってる。確かに手数めっちゃ使うなこれ。注意しててもこうですからね。おしゃれプレイいっちゃうよ。大当たりがなかったら厳しかったな。ここはちょんと当ててしっかり落としていく。大丈夫かマジ。へいへいへい、落とせ。ここはちょん押しでポーン、取らしてくんないねマジで。せーの、あー、しまった。やべえ、ちょ、絶対失敗したくない。どうしようかな。いや、もう一回コーン、よし、あぶな、大当たりで出てギリギリ。難しすぎでしょこの台。はい、なんか右寄りになってますけど。女、可愛い女の子3体ゲット。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。今日のマニアさんはメタグラスマニア。テーマもバッチもメタグラス尽くし。昔は弱点が2つだけでやばかったっす。今は4つに増えちゃったんすよね。なんかすげえデコり方だなこれ。なんか遠くから見ると奥のメタグロスをこっちに来させなくする柵みたいな感じだね、メタグロスたちが。はい、今日はここら辺で終わると思います。今日は練習台にね、まだやってないムンナの台が来て、まあ、4手でコンプすることできましたね。ゆっくり生活さんは上から叩いてね、3手でいけたみたい。なので力加減がうまくいくと3手でいけるのかもしれないね。で本番台の方はニャンコックの台やったんですけど、まあ
教えてもらった通り、にゃんこっこがめちゃくちゃ重くてね、全然動かなくて、どうにかね、右側から綺麗にならないかななんて思ったんだけど、それがね、余計な手数になっちゃって、大当たりが出た分も全部使ってね、ようやくギリギリでゲットすることができました。ちょっと手数かかりすぎたな。計11手かかっちゃいましたね。ということで、また明日もね、楽しくバチ取っていこうと思うんで、よかったらまた明日も見てください。それじゃあ、土の子でした。